国立感染症研究所の寺恵子博士は、若い世代が予防接種を受けるべきと強調する。20代、40代、30代、40代の人はもう持ってない方がかなりたくさんいて、これからはそういう自分の方を持とうと思っている方が多いと思うので、まずは一回見てる。若い世代の中にはこれまで予防接種を受けたことがない人が多い。